お集まりいただきありがとうございます。ただいまから定例の知事記者会見を行います。本日の発表事項は、大規模災害時におけるインバウンドの超広域避難に関する研究会の設置について、自殺予防週間に向けて県民の皆様へのメッセージについて、熊の出没に対する注意喚起の強化についての3件です。それでは長崎知事から発表いたします。はい、それではよろしくお願いをいたします。まず大規模災害時におけるインバウンドの超広域避難に関してですが、その研究会を設置することにつきまして、8月30日に中央日本4県、山梨、静岡、長野、新潟、4県で合意したのでご報告申し上げます。今後本県がこの研究会の事務局となりまして、国への要望活動を行うとともに、速やかに関係県、そして国の関係機関との調整を行い、この立ち上げに向けました準備会、月内には開催をいたしたいと思います。ご案内とおり、去る8月の8日ですが、南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意というものですが、これが発表されたところですが、多数来訪されていただいてますインバウンドの観光客の皆さんの帰国をどのように支援をしていくか、大変大きなテーマとして浮かび上がったところであります。このインバウンド観光客に対しましては、自治体において災害発生前後の対応マニュアルについては整備されておりますが、帰国支援については具体的な検討がこれまで全くなされておりません。インバウンド観光客の皆さん、速やかな帰国を望むことが想定されますが、羽田空港、あるいは成田空港は大変な混雑が予測、想定される上に、中部国際空港、あるいは関西国際空港は、より震源地に近いため、被災することも想定されるところでございます。こうした状況におきまして、新潟空港、あるいは信州松本空港など、南海トラフ地震の被害想定地域外にある空港を活用して、帰国をしてもらうことができないか、その旨、研究をしてまいりたいと思います。これは当然のことながら、本県だけで解決できる問題ではありませんので、先ほど申し上げましたように、新潟、長野、静岡の中央日本4県での合意をベースといたしまして、国の関係機関、あるいは専門家にもご参加をいただく中で、そのための研究を行い、協力体制を構築してまいりたいと思います。また今回の研究ですが、これは南海トラフ地震だけではなくてですね、富士山の火山噴火、あるいは日本海側での災害におきましても応用できると、さらに日本人観光客も含めてですね、応用できるのではないかと考えております。応急対応におきましては、住民と観光客、日本人と外国人に差別があってはならないことはもちろんでありますが、こうした協力体制が構築できれば、結果として被災県は復旧復興により専念することができるのではないかと考えております。関係県とも連携をしまして、できる限り早期に議論を進め、年度内には何がしかの結論、成果を出してまいりたいと思います。本件は以上でございます。次にですね、自殺予防週間が始まります。今月10日から16日でありますが、全国統一の自殺予防週間となりますので、これに向けまして私から県民の皆様にメッセージを申し上げたいと思います。令和5年の山梨県の重処置ベースでの自殺者数ですが、149名となっております。前年より17名増加をされておられ、増加をしており、これはですね、2年連続の増加となってしまっております。大変有識事態ではないでしょうか。本県ではこれまで、自殺を図る方を救う水際対策に加えまして、そもそも自殺に追い込まれることがないように、より上流での社会政策的な対策もですね、推進をしているところでございます。これまで取り組むべき施策は進めてきているところではありますが、残念ながらまだまだですね、成果に結びついているとは言い難い
結びついていないと言わざるを得ない状況でありまして、このこと自体ですね、私ども真正面から受け止めまして、さらなる取り組みをしていかなければならないと、そう決意をしているところです。本日もですね、このため、自殺防止対策推進本部会議を開催いたしまして、これまで計画の進捗状況ですとか、あるいはそれを踏まえてですね、より何をどういうふうにすればより良い成果を上げられるのかと、そういう改善のポイントをですね、議論をして、必要な点を指示したところでございます。近年の自殺の特徴、特徴というか傾向といたしまして、一つには働き盛りの40代から60代の男性、そして70歳以上の女性と、この2つの層の属性の方々の自殺がですね、特に増加をしていると、こういう状況でございます。この現状を踏まえまして、県民の皆様におかれましては、ぜひですね、これからお伝え申し上げることをです、踏まえて、お力添えをいただきたいと思います。まずはじめにですね、この自殺というものは誰にでも起こりうる、いわばですね、決して遠い出来事ではなくて身近な問題であると、このことにですね、ご留意をいただきたいと思います。そしてその多くがですね、ちょっとした気遣いで防ぐことができるものでございます。例えば身近な人の様子がですね、いつもと違うとお感じになられたときは、ぜひ一歩勇気を出してお声掛けをしていただきたいと思います。そしてそのお声掛けがですね、まさにその大切な命を守る第一歩となってまいります。心配していると、その気持ちをですね、ぜひお伝えをいただきたいと思います。で、特に働き盛りの男性がですね、普段と様子が違う、様子がおかしいとお感じになられましたらです、ぜひ話を聞いていただければと思います。さらにはですね、年齢を重ねられるにつれ、当然、健康問題の悩みもだんだん増えてくるところではありますが、このうちですね、がん、あるいは認知症との診断を受けて、1年以内は、大変、これは誰でもそうなんですが、気分が落ち込みやすい期間とされております。従いまして、ご家族の皆さんはじめ、周りの方々におかれましては、ぜひ寄り添っていただき、見守っていただきたいと思います。また事業者の皆様におかれましては、職場の大切な仲間を守る、この視点を持っていただき、職場環境、あるいはメンタルヘルスケアの体制づくり、ぜひ進めていただければと思います。そして今、辛くて苦しい思いをされておられます方へお伝えしたいと思います。ぜひですね、気にかけてくださる方が周囲には大勢いらっしゃる、このことをですね、思い返していただきたいと思います。ご自身のその気持ち、ぜひご家族あるいはご友人などです、身近な方に伝えてみていただきたいと思います。また身近な人に相談しにくいような場合には、電話や SNS などの相談窓口も設置しておりますので、ぜひです、相談をしていただければと思います。私たちはここ山梨県におきまして、追い込まれた末に生きることを諦め、そして究極の選択をせざるを得ない方々がいらっしゃると、この事実をですね、決して見過ごすことがあってはならないものだと考える次第であります。山梨県といたしましても、県民お一人お一人豊かさを実感できる山梨の実現には、この自殺防止対策待ったなしであり、引き続き強い決意を持って自殺対策に全力を持って取り組んでまいりたいと思います。また県民の皆様におかれましても、どうかですね、私たち一人一人の大切な命、みんながみんなで守っていけるようにですね、ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。本件につきましては以上です。そして3点目ですが、熊の出没に対する注意喚起の強化を行うことに、としております。ご案内のとおり、熊の目撃頭数過去最多の状況でございます。
県では新たに SNS を活用した情報発信を開始するとともに、熊の出没マップ作成することといたしました。本年度、山梨県におきます熊の出没目撃頭数ですが、大幅に増加をいたしまして、8月末時点で226頭、となりまして、これはですね、すでに前年度の年間頭数を上回る状況となっております。7月にはですね、身延町内におきまして、登山客が熊に襲われるという、人身被害も発生しているところであります。これから秋の行楽シーズンを迎えまして、キノコ狩りなどで野山に入る機会も増えようかと思います。熊による被害を未然に防止するためにも、今回このような対策を講ずることと次第でございます。具体的にはですね、熊の目撃情報があった当日、SNX ですね、旧ツイッターですが、によりまして、プッシュ通知機能を活用しながら、速やかに目撃場所を発信し、県民の皆様、あるいは観光客の皆様などへの注意喚起、広く行ってまいりたいと思います。この運用はですね、今月10日からを予定をしております。なおですね、この県レベルでの SNS、あるいはメールでの速報発信は、全国3番目、関東甲信では初めてということになります。さらに、熊の出没場所がです、ね、一目で分かるマップ、新たに作成いたします。11月をめどに県ホームページで公開できるよう、今現在準備を進めているところであります。県民の皆様におかれましても、入山の際は目撃情報の多い山は避けていただきまして、音のするものを身につけて人の存在を知らせるなど、熊の被害に遭わないような対策をぜひ取っていただきたいと思います。本日の発表事項は以上です。ただいまの発表事項についてご質問をお受けいたします。質問がある記者の方は挙手の上、はじめに所属氏名を名乗っていただいてから質問をお願いいたします。いかがでしょうか。三西さん。はい、山梨日日新聞の前島です。外国人観光客の広域避難の関係でお伺いいたします。月内に、会合を開かれるというふうなお話ありましたけれども、どのレベルで、どのような形式で、どのような内容を話し合われるのか、現時点で決まっていることをお伺いいたします。はい、お答えいたします。今現在はですね、4県の実務担当者、あと少なくとも国の観光庁内閣府に入っていただきまして、本格的なですね、検討会のテーマ、メンバーの検討を通して、で、速やかに検討会のを立ち上げたいというふうに考えております。以上でございます。じゃあもう一点、自殺の関係でお伺いいたします。山梨県内ですと、青木ヶ原樹海での自殺が、非常に多いというような傾向があって、で、全国 の、 その自殺多発地域の中でもですね、例えば橋であったり、あるいはその東尋坊のような自殺のしやすさというとちょっと言葉に語弊がありますけれども、およ そ、 その自殺が あり得るというような場所と違ってですね、非常に広域であって、なおかつ、自殺の、イメージといったらいいんですかね、松本清張の波の塔以降、非常にネガティブなイメージが再生産されていると、そういう状況があります。この、青木原樹海でのですね、特にその自殺対策について、今後の対応も、含めて、知事のご所見をお伺いいたします。はい、まさにおっしゃるようにですね、昔はこんなイメージはなかった。そういう意味では大変迷惑な、作品だよなと思うわけですが、そうだとするとですね、水際対策はこれは従来通りいろいろさまざまな工夫を凝らしてやりますが、そのまさにそのイメージを変えることがですね、これは抜本対策になるだろうと思います。これはもうすでに取り組みも始めてはおりますが、もともと青木ヶ原の樹海はこうある意味こう何でしょう、生命の源というか、その命の輝きのあふれた、素敵な森なわけですから、その本来の魅力をですね、
できる限り、国内外の観光客の皆さんを含めて、多くの皆さんに、しっかりとですね、その、体験をしていただきたい、こういうことを通じて、真の、なんですかね、青木ヶ原樹海の、姿をですね、の印象を形作っていただきたいと思います。多くの観光客、もちろんマナーを守っての話ですけれども、多くの観光客がですね、そこに来てこう、さまざまな驚きですとか、喜びですとか、そういうものをですね、体験できる場としてのその青木ヶ原樹海になればです。それは仮に何ていうかこう暗い気持ちを持ってお越しになられた方も、そういう雰囲気に触れればですね、自殺とかそういうことをですね、思いとともに、むしろこれから、なんですかね、前向きに生きていこう、こういうふうにお考えいただくんじゃないかなと思います。ちょうど今富士山に関しましては旧登山道、こういうものも再興させようと、こういう取り組みがあります。この旧登山道の中には、庄司登山道というところがあって、これはですね、まさに庄司湖近辺からその青木ヶ原樹海 を通って、それで富士山の方に行くわけですけれども、こういうところもですね、しっかりと、なんていうんですかね、その多くの方が訪れてですね、いただけるような工夫も凝らしながらですね、トータルで、青木ヶ原 の, 真 の, 姿のイメージ、これを広げることでですね、自殺の防止にも役立てていきたいと考えています。よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。読売新聞さん。読売新聞の米尾と申します。インバウンドの広域避難の関係で伺いたいと思います。資料では新潟空港や松本空港の活用を検討するというふうに書いてありますけれども、詳細な検討はこれから研究会でやるとは思うんですけれども、現時点でこれがハードルになるだったり、これが課題だっていうのがあれば教えていただけますでしょうか。一つはそこに、一番との難しいと思われるのは、おそらく2つあって、一つはそこにどうやってその観光客、外国からの観光客の皆さんを、速やかにお連れするかと、これが一番大きな問題、だろうと思います。で、2つ目はそこにその松本空港なりその新潟空港なりにお連れした後に、じゃどうやってその正常だってですね、それぞれのお国に返していくのか、ここはもう私ども山梨県の範疇というか能力を超えておりますので、ここは国にもですね、最大限の協力を求めて、協力というかですね、当事者の一人として参画を求めて、チームとして取り組みを進めていきたいと思います。この2つは考えただけでもですね、ちょっと面倒くさいというか、なかなか大変な問題だというのはあろうかと思います。よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは朝日新聞さん。すいません、自殺の件であと1点お伺いいたします。はい、40代から60代 の, 働き盛りの男性が多く自殺で亡くなっているということなんですけれども、知事もその年齢層の中の一員で、ストレスの多い仕事をなさってるんだろうなとお察しするところでありますが、この山梨に生きるその働き盛りの男性というあたりで何か生きにくさとかですね、その自殺の要因となるようなこと、知事の思い当たる範囲で何かあれば教えてください。要因ですか。はい、一番は職場環境でのこうストレスによるうつ病、これが多いというふうに言われています。なんて言うんでしょうね、多くの山梨県の皆さんです、大変その真面目に根詰めて働かれること多いんじゃないかなと、思いますが、それ自体は素晴らしい話なんですけれども、息を抜くときは抜いていただくことがですね、その重要かなと、こうどっかでこう折れそうになったときにはこうやっぱり安全弁をこう抜けるような、そういうそのカルチャーというかですね、その心持ち
がもう真面目すぎるのでまだまだその行き届いてない、まあ、こういうところが一つ大きな要因なのかなと思います。今おっしゃったのは山梨県の男性 の、 その気質というか、はい、そういうものがちょっと真面目すぎるなと、そのあたりが一つ要因になってるんじゃないかなというご見解でいいでしょうか。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。それでは発表事項以外の一般事項の質問をお受けいたします。いかがでしょうか。 UTY さん。すみません、テレビ山梨の末澤と申します。すみません、ちょっと3点ほどお伺いしたいんですけれども、先日の29日にですね、知事に対する刑事告発が不起訴になって、まあ、29日にまた説明をされてからこれで1週間今日で経ちましたけれども、知事のもとにはその、再度の説明について県民の方からどのような声が寄せられていて、それについてどのようにお考えになっているでしょうか。まあ、私に届く多くの、お話しいただく方々はですね、まあ良かったねと、県議が晴れて良かったですねということだと思います。はい、続いてお伺いさせていただきます。2012年にですね、横内知事、まあ、元知事がギフト券を受け取っていて、まあ、刑事告発されて、まあ、それも嫌疑不十分で不起訴となりましたが、横内知事は当時まあ、ギフト券に相当する300万円の減給処分というのを自らに課されましたが、長崎知事自身は今回の問題について例えば減給とかそういったものを自らに課すお考えはありますでしょうか。まあ、そのギフト券をいただいた話とですね、この事務処理上のミスというのはちょっとだいぶ色合いが違うんじゃないかと思いますので、まあ、それは慎重に考えてみたいとは思います。最後にもう一点、間もなく9月議会が開かれると思いますけれども、その議会において改めて例えば議員の方々に全員を開いて説明するとかそういったことはありますでしょうか。もうすでにですね、私どものところはこの、まあ、この問題を覚知してからですね、2回にわたって詳細な説明を行っております。これはおそらく全国すべて その事例において、まあ、最もですね、積極的な説明と詳細な説明、積極的な情報公開をしておりますので、まあ、求められればお話は当然いたしますけれども、まあ、私としてはこの話はですね、もうすでに説明をし尽くしたと考えております。よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。日経さん。日本経済新聞の松永です。よろしくお願いします。富士登山規制がですね、始まって2ヶ月が経ちました。富士山の登山規制、登山規制、2ヶ月が過ぎまして、もうすぐ山じまいですけども、この2ヶ月間、知事はですね、その規制を実施したことの評価をどうされているのか、あと課題としてさらに残っていることはどういうものがあるのかというところを教えていただければと思います。まあ、まず多くの皆様とはこれご同意いただける、もうすでにご指摘されてますけども、まあ、危険な弾丸登山はまあ相当程度はなくなったと、いうことは一つ大きな効果だったんじゃないかなと、思います。で、まあ、一方でですね、これから問題点はさらに、なる分析が必要だとは思っておりますが、まあ、ただ高官言われているその、軽装登山ですとか、まあ、ある意味こう危険な対応でのそのまあ、リスクが高い対応での、登山のあり方、これはまだまだ多く、残っているということで、まあ、この問題一つどうするかと、いうことがあろうかと思います。まあ、その他ちょっとこれからさまざま情報を再度整理を収集整理をいたしまして、まあ、どういうところが問題でどういうところが、より緊急に解決すべき問題なのか、これは議論していきたいと思います。あともう一つすみません、問題点としては、やはり静岡県とのですね、規制のハーモナイゼーションを図る必要は、これはあろうかなと思います。これはまさに現場の方からも今日ちょっとお話もしたんですけれども、静岡側から登ってきて山梨側から降りてくるときにこう若干トラブルがあるとか、やっぱりそういうところは規制の水準というかですね、規制のあり方というものは、まあ、できる限り、まあ、いろんな背景の違いはあるんですけれども、まあ、できる限り統一される方が望ましいかなと、これは私もそのように思いますので、まあ、ここは静岡県さんともよく相談をしながらです、取り組みを考えていきたいと思います。あと
みません、その関連でもう一つ、先ほど旧登山の最高の話されて、旧登山の最高の話をされましたけれども、はいはい、登山客の分散という意味で、その旧登山の最高の取り組みは現時点ではまだあんまり進んでないように見受けられるんですけども、うんうん、その辺はどのように受け止めていらっしゃいますか。それはまだ今調査してるんでしたっけね、調査中でね、はい、そうです、今調査をして、そもそも旧登山道のかつてのあり方どうだったのかとか、そこら辺 の基礎的な調査をして、おりますので、なんていうかこう、イニシエのこうカルチャー文化をできる限りこう尊重するような形で、復活させるのが本来のあり方だと思いますので、そういう意味では今その基礎調査を、している最中でございます。何か付け加えることありますか。大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。 NHK さん。 NHK の赤木と申します。リニアについてお伺いします。3日に予定されていた静岡県知事との視察は台風の影響で延期となりましたが、改めてこの視察の意義だったり意図や重要性、それと今後の日程で決定している事項があれば改めて教えていただけますでしょうか。はい、まず日程について静岡県さんと、相談をして早急に、決めていきたいと、思います。これは鈴木知事さんとも全く同じ考えお考えだと、思います。それからそのご視察の意義ですけれども、やっぱりその我々常々言っていることはやっぱりそのファクトに基づいたこう議論っていうのはやっぱり重要だと、思っています。そういう意味で一回ご覧になっていただいて、今実際そのボーリングの状況で今現時点ではどれぐらいの水が出てどうなのか、これはやっぱりご自身の目で見ていただくということは今申し上げました、空想の中での議論ではなくて、ファクトに基づく議論をするための重要なそのパーツになるかなと思う次第であります。よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。時事通信さん。時事通信の三浦です。よろしくお願いいたします。政府の、女性への結婚移住政策についてお尋ねいたします。来年度、政府がですね、結婚を機に東京から地方に移住する独身女性に対して、支援金を支給するという、方向で検討をしていましたが、8月30日に、実質上撤回をしました。声を聞くとですね、やっぱり女性をお金で動かすのかということであったり、未婚女性というもののみに限定して、支援金を支給するといったところに批判が集まったのかなと思います。これについての知事の受け止めをお伺いいたします。まず一つはその、都市部から、地方部に人を動かそうと、そういうその思いについてはこれは是としたいと思いますし、むしろ歓迎したいと、思っております。ただその方法論はね、最終的なこう成案という形で我々にこう投げかけられたものではないので、これについてはコメントは差し控えたいとは思いますが、ぜひ私どもとしてはですね、これもさっきの話ですけど、いろいろそのデータだとか調査に基づいた、その本質的な実効性ある、議論を、さらに深めていただくと、ありがたいかなと、思っています。例えば今我々の調査の中では、住宅環境とその、子供を持ちたいと思う子供 の数、あるいはその実現度合い、これが相関関係があるなんていう話がですね、出ています。そういう意味ではその、残念ながら都心部におけるですね、その住宅環境というのはもう極めてその、高いものに、普通の人が手が届かない水準にもなっているわけですが、これに比べてですね、その都心部を離れれば離れるほど地価もある程度下がってきて、そのある意味こう理想的なその住宅環境というものを手に入れることが可能になってくる、こんなようなことも踏まえてですね、その若い人たちがですね、どういう住宅、理想的なその住宅環境を提供するために何をじゃあ国としてあるいはその地方としてやるのか、どう協力してやるのかとか、そんなような議論をですね、ぜひ、これは一例ですけれども、していただけると、いいかなと、思います。ぜひこれにくじけずですね、
テーマとしては重要なテーマだと思いますので、まあ、ぜひ、私ども、都道府県も含めたところで、もうぜひ入れていただくところで積極的な議論を国としても展開をしていただきたいと思います。ありがとうございます。よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。 YBS さん。すみません。そこで疑惑でですね、公益通報のあり方っていうところの、適正に機能されていたかっていうところが問題で問われているかと思います。兵庫県と、同じ山梨県、自治体としてですね、行政がこう事業を運営していくには、機能が果たされるべき制度だと思いますけども、そのあたりの知事の考え方を教えていただけますでしょうか。まあ、まさに公益通報制度、その、行政運営の適正化を確保する上で、行政運営だけじゃないですけど、行政に関して言えば、その行政運営の適正を確保する上でですね、重要な役割を果たしてますし、これがあるということ自体だけで、こう牽制効果というのがね、ありえますので、これは尊重していくべき制度であろうと思います。そういう意味で、ちょっとその兵庫の、県は私自身はその詳細な事実を把握していないし、今まさに現地というかですね、ご当地においてです、そういうその突っ込んだ議論がされていることだと思いますけれども、これをもって他山の石とすべしということじゃないかなと考えています。よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。三日さん。はい、政治資金問題、に関連してお伺いします。先日、会見が開かれて、今後この問題に関して、自民党県連の森谷博史会長の方にですね、ご説明をされるようなご予定がありますかということを、さっきもお伺いしたんですけれども、現時点で知事の方から説明をするような予定があるか、あるいはその県連側からそのようなこう機会を設けるような提案があるか、それについてお伺いいたします。これはいわゆる我々とその自民党県連の中の話といったらあれですけど、ご心配をしていただき大変恐縮ではありますが、ここは相手のある話なんで、相談をして決めたいと思いますが、ただそう遠くないうちにですね、いろいろその説明というか対話というか、こういうものはしていきたいと思います。よろしいでしょうか。他にご質問の方いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして定例知事記者会見を終了いたします。ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。